前元気そうだな。最近どうなんだ、活躍とかしてんのか。いいよな、自信持ってそう言えて。俺なんてトロストク奪還作戦の時巨人と戦って分かったんだ、俺兵士なんかには向いてねえ。もうやめちまいてえよ。ったくよ、ラズ、お前のその根暗で卑屈な性格ほんと気に食わねえ。なんだよユミル、聞いてたのか。何か俺に文句でもあんのかよ。大ありだ、やめたきゃさっさとやめりゃいいじゃねえか。自分の命がかかってんのにそれすら自分で決められねえのか。そんな兵士に守られてえやつなんているかよ。ああもうユミルったら、いつも言いたいことばっかり言っていなくなるんだから。ユミルは不器用だからあんな言い方しかできないだけで、本当はもっと違うと思うの。なあ、もしかしてユミルのやつ俺を励まして生きやがったのか。うん、誰か来るぞ。そこの中東兵、ちょうどいいところに。頼む、今度巨人の討伐任務に行ってもらえないか。壁を警備する人員が足りていないんだ。最近壁の近くに来る巨人が多くてな。嫌ですよ。勘弁してください。何のために。畜生、俺だって俺は家族を守るために兵士になったんだ。これくらいなんてかと。やっぱり来い。な一緒に任務に参加してくれよ。無理か、お前調査兵だしな。調査兵団から人手を借りる許可をもらっている。そこの調査兵、お前にも手を貸してほしい。本当か、お前が来てくれるなんて心強いよ。お前がいたら生き延びられそうな気がする。ありがとな、おかげでなんとか帰ってこられたよ。お前が来てくれなかったら今頃俺は考えただけで気持ち悪くなってきた。俺これから一度実家に帰ろうと思うんだ。死ぬかもしれねえって思ったら急に家族の顔が見たくなって。まあすぐ戻ってくるよ。久しぶりだな、お前と顔を合わせるとこの間の任務を思い出すよ。思い出したらまた体が震えてきた。なんだか余計に巨人が怖くなっちまった気がするよ。生き残るのに必死で正直ほとんど覚えてねえよ。俺お前の足引っ張っちまってただろ。今回はなんとか生き延びられたからよかったものの、正直もう壁外での任務はこりごりだけどよ。任務の後実家に帰って家族の顔を見た時にさ、思ったんだ、戦わなきゃいけねえって。任務の時はすげえ怖かったのによ、家族をあんなおっかねえ化け物に食わせるわけにはいかねえって思っちまったんだ。いやいや、それは自信なんてほどご立派なもんじゃねえとは思うけどさ。とにかく任務に付き合ってくれて本当に助かったぜ。お前がいなきゃきっと生きて帰ってくることもできなかった。正直壁外に出た時はもう二度と家族の顔は見られねえって思ったんだけどさ、本当によかったよ。
俺みたいな奴に言われても頼りねえとは思うけど、もし何か困ったことにあったら力になるから言ってくれ。